どうも、元教師 YouTuber のコウです。このチャンネルでは先生や大学生の方に役立つ情報を配信しております。さあ皆様、夏休みゆっくりできているでしょうか。今回はいつものようにおすすめの本の紹介、解説や実践の紹介ではなく、この夏休みに僕が行きました博多、熊本一人旅行の様子をお届けしようと思います。皆さんも、夏休みですし、あんまりね、仕事のこととか教師のこととか考えたくないですよね。はい、見ていただくことでこんな場所があるんだなとか、あ、自分も行ってみたいな、こういうのなら自己発信できるかなみたいな感じで見ていただけたら嬉しいなというふうに思います。一つでもいいなとか行ってみたいなとか、行けるわけじゃないんだけどワクワクしてくるなっていうことがありましたら、ぜひいいねやチャンネル登録の方よろしくお願いします。またおすすめの九州の場所ですとか、この国内とかね、国外のおすすめの旅行スポットなどありましたら、じゃんじゃんコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。それでは早速参りましょう。はい、着きました博多駅ですね。なんかね、右往左往してましたら1時間ぐらい経ってました。なんとか無事に着いてよかったです。巨大な滑り台がありつつですけども、はい、ここ一回来てみたかったんですよね、福岡ドーム。今ペイペイドームですね。はい、今日は試合がないのでちょっと見れないんですけど、あとショップとか行ってみたいなと思っています。最高です。
あ旅は以上になりましたが、いかがでしたでしょうか。結構ね、内容に偏りがあったかと思いますが、個人的にとても楽しかったので、見ている皆さんにも楽しんでもらえたら嬉しいです。面白そうだなとか楽しそうだなっていう引っかかる部分一つでもありましたら、いいねチャンネル登録の方よろしくお願いします。最後にね、今回の旅の気づきを2つお伝えして終わろうかと思ったんですけどね、まあ実際撮ってみたんですけど、まあこれも野暮だなということで、もうここで終わらさせていただきますね。皆さんもね、充実な夏休みを送っていただいて、2学期のエネルギーにしていただけたらと思いますので、またよろしくお願いします。これからも皆さんに役立つ実践や知識などをお伝えしていきたいと思っておりますので、これからもよろしくお願いします。それではありがとうございました。ではまた。